特製のオイルを入れます。オイル漬けしたパプリカ、これも入れます。下処理した山菜とホタルイカを入れます。このオイルがニンニクとアンチョビ潰して作ったオイル。白ワイン入れます。ホタルイカと山菜のアヒージョ出来上がりました。熱々やでー。これ以外にも美味しいおかずいっぱいあんでー。食べに来てよー。